チャンピオンズリーグポット分けがこちらです。FC バルセロナは今日のバイエル・レバークーゼンの敗北により来シーズンのチャンピオンズリーグのポット1を確保した。なんでレバークーゼンがポット2なん？係数データで算出されてるんだよね。そら過去5シーズンの成績で決まるから。バルセロナがポット1でレバークーゼンとアーセナルがポット2なの意味不明で笑った。フォーマット変わるからどう見ればいいんか全然わからん。1グループステージは合計8戦、2各ポットから2チームずつと対戦する。3同じポットで同じリーグのチームは当たらない。ざっくり言えばこの3つやね。おもろいな。予選からいきなりアーセナルマドリーとか見れるかもしれないのか。これ確定ですか？詳しくないのでわかりません。でも残ってる大会が CL 決勝くらいなのでほぼ確定ですかね。いや本当に情けない話だけれど、アタランタありがとうございます。アタランタいろんなチーム救ってて草。ポット4キャラコステ好き。